皆さんおはようございま す。サンデースマイルゴルフです。新井舞プロです。よろしくお願いしま す。舞プロ、実は今日ですね、アメリカで世界を経験して日本に帰ってきたというすごい腕ジュニアに来てもらっています。ではちょっとお呼びしましょう、はい、どうぞ。こんにちは。こんにちは岡山市出身の安藤すみれちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。かわいい。すみれちゃん今何年生ですか？4年生。小学4年生ちょっとここになんと日本のジャパンマークが。すみれちゃんはなんと7月に行われた世界ジュニアゴルフ選手権に出場してるんですよ。すごいですね。ねえ、すごいですよね。その時どうだった？違う国の人と回れるからとても楽しかった。同年代では全国でもトップクラス。 IMGA 世界ジュニアゴルフ選手権で昨年はなんと4位。今年は上級生が多くいる中で18位と大健闘のすみれちゃん。頑張るぞ。さあ気になるベストスコアは66。66？うまっ。66？バリうまい。バリうまい。マイクロでバリうまい。ゴルフどんなところが楽しい？みんなと回れるから、で知らないコースを回れたりするから。おー、そうなんだね。で今日は隣にいるマイプロと対戦をしてもらおうかなって思うんだけど、意気込みどうですか？一ホールだから勝てるように頑張りたい。マイプロ、これを受けてどうですか？ね、すごい実力者だから負けないように頑張ります。楽しみ。もうじゃあマイプロとすみれちゃんに今から白熱の戦いを繰り広げてもらいましょう。では今日お願いします。お願いします。まだ10歳になったばかりとはいえ実力は折り紙付き。果たして勝負の行方は。今回の舞台は岡山市の岡山ミツカントリークラブ。昭和50年に開場した歴史あるゴルフ場です。一見フェアウェイが広く攻略しやすそうですが、丘陵コース特有のアップダウンに加え谷や池を巧みに利用した戦略性豊かなコースです。さあマイプロとすみれちゃんの真剣勝負。あれいい感じの笑顔だけど、真剣勝負楽しい楽しい。今回の舞台は4番ホール353ヤードパー4となっています。すみれちゃん、なんかちょっと聞いた話だと昨日ここをプレイしたんだよね。どうだった？ここは普通だった。パーが普通。あら、やっぱ66なんでベスト。そうですよね。パー普通ですね。わ、かっこいい。ちょっと どんなプレーをしたいかな。できればバーディーを取りたい。おっと、ここでバーディーを宣言。これはマイプロにとってかなり強敵だぞ。さあまずはティーショット、どこまで飛ばすことができるのか。おー、ナイスショー。ナイスショー。ありがとうございます。ナイスショー。めっちゃいいとこに行った。いいとこ？ありがとう。めっちゃいいところに行った。褒めてもらいました。すみれちゃん今の遅かったね。どうだった？なんかめっちゃすごかった。あ、嬉しい。ありがとう、褒めてくれて。さすがはマイプロ、距離も稼ぎ正確なショットで第2打も打ちやすいところに。さあすみれちゃんのティーショットは120ヤードほど前に来て、232ヤードだいたい。ドライバーって何ヤードくらい飛ぶの？飛んで170くらい。え？私より飛んでます。あれあれ。170か、ちょっと、ね、プロ楽しみですね。ティーショット楽しみ、本当に、ね、将来がね。ね、じゃあすみれちゃんティーショット準備 OK かな？はい、お願いします。お願いします。打つ前にご挨拶大切ですよね。力強いですね。
さあお待たせしました、すみれちゃんのティーショット。うわー、ナイスショー。うわー、ナイスショー。ナイス。すごい、すごい飛んでる。もう見えないところまで。ナイスショー。すごい、すみれちゃん。うん、ナイスショー。どうやった？まあ、ちょっとだけ曲がったけど、いい感じかな。ちょっと私、すみれちゃんの初めて見たんです。豪快。ねえ、ね。スイングも綺麗ですしね。ね、力強い。パワフル。ね。かわいい。なんか打ってる時このなんかふふってかわいい感じとまたこれ全然なんかキリッとしてたね。かっこいい。いや、顔つきが全く違う。そんなすみれちゃんですが、何歳ぐらいからゴルフ始めたの？2歳。2歳。2歳か。うわー、すごいね。え、きっかけって？兄ちゃんとパパがやってたから。楽しい、やっぱり。ゴルフしかやることがないぐらい。わー、すごい。すごいな。小学校4年生。でも疲れた時は、うん、疲れたって思ってしまう。疲れる時もあるよね。でも練習はお父さんと一緒にするの？うん、1日150球とか。150球か。までとか。あ、までって決めてるの？うん。毎日欠かさず練習をしているすみれちゃん、150球の理由をお父さんの大輔さんに聞いてみると、練習場で打つショットを150球っていう、まあきっちりは決めてないんですけど、大体そこまでには抑えようっていう。まず一番は怪我をしないことを、そうですね、できるだけ内容の濃い練習をやりたいので、体に負担がかかりすぎないように量より質で練習に励む。まあ、いろいろその都度その都度問題点に合わせて考えているので、まあ、30種類以上はいろいろやっていたと思います。練習方法を工夫することで飽きさせず、よりショットの精度を上げているんですね。さあ、プロゴルファーを夢見るすみれちゃんはマイプロに勝利することができるのか。おお、いい。マイプロの2打目はピンまで残り123ヤードということで、はい、今、はい、2つ持ってますけど、はい、ピッチングと9番持ってます。おお、ピンフルショットでちょっと届くかなどうかなぐらいなんですけど、まあ、フォローだから、まあ、行くかなと思って、うん、いやー、ね、番手選びって難しいよね。ラフとかだったら、まあ、あんまり飛ばないからどっちにしようかなとか迷ってしまう、うんうん、悩みますよね。でもいろんな状況から判断して、ね、選ぶのね、うん、じゃあちょっとマイプロはピンで行こうかなと思います。では、はい、2打目お願いします。はい、おー、いい。おー、いい。めちゃくちゃいい、ね、いい。おー、乗ったかな。乗ってますね。乗った気がします。ナイショ。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイショーって言ってもらいました。ね、嬉しい。どうだった？すごかった。グリーンにちゃんと乗せれたし、うん、ピンのちょっと手前につけれてた。うわ、ありがとう、嬉しい。さあ、すみれちゃんの第2打はピンまで残り47ヤードということは、ティーショットで飛距離185ヤードも飛んでる。全然170じゃない。昨日より全然飛んでたからびっくりした。え、昨日より飛んでた？昨日は残り何ヤードぐらいだったの？65。今日もう20ヤードぐらい。会心の当たりで飛距離を稼いだすみれちゃん、アプローチでは正確なショットを披露できるのか。え、おー、いい。え、おー、いい。おー、いやー、ドライバーもアプローチもお見事。さすが世界ジュニアの日本代表は伊達じゃない。カップまで残り 1.5m。 さあ、対するマイプロはどうか。バーディートライです。お、あー、惜しい。あー、残念。結構早かったですね。なんか結構行きましたね。いやー、惜しかったですね。さあ、すみれちゃんはこれを沈めたら勝利。すみれちゃんって一番得意な番手ってパタ。パタ？おお、そっか。すみれちゃん、じゃあ、うん、近いし多分入ると思う。お、入ると思う。
い。すごい。頑張って。じゃあ、うん、頑張って。かつてこの番組で小学生がプロと互角に渡り合えたことがあっただろうか。いきます。はい。これを決めればバーディー。さあどうだ。すみれちゃん勝ちだね。勝っちゃった。おめでとう。白熱の戦いでしたけど、今回はすみれちゃんの勝利ということで、おめでとうございます。今週は岡山ミツカントリークラブの平日限定ペア招待券を1名様に、さらにスマホにつけるポップグリップを10名様にプレゼント。 RSK アプリからのご応募お待ちしております。さあ今回初めてスマイルゴルフに出てみたけどどうだった？楽しかった。楽しかった。ねえ、マイプロコ戦いどうでした？いやもうなんかね、すごいいいショット打つし、将来楽しみだなってなんか感動して見てました。すみれちゃん、将来の夢とかってありますか？プロになってひなちゃんみたいな全員優勝できるプロになりたい。素晴らしい、素晴らしい夢。いい夢ね。もうすでに海外で活躍してるから、うん、本当に全員ぜひ優勝してほしい。すみれちゃんもマイプロもありがとうございました。ありがとうございました。日曜の朝はサンデースマイルゴルフ、また来週。